あっという間にもお昼の時間だなということで体育さんに来てます。おー来たー、いいかな、こっち向けや。もう一人は誰だ、あ、光か、あ、あかねちゃん、光、いたいた、探したよ、僕お弁当作ってきたんだ、一緒にどうかと思って。あれ、この二人って仲悪かったような気がするんだけど、え、うん、一緒に食べる、あ、そうだ、今回匠誘ってやるか、いつも順だしな、いいよいいよ、みんなで一緒に、光喋らないな、みんなで弁当食べようぜ、うん、行く行く、現金のやつ、ま、いっか。さて、どんな競技に出ようかな、どうしようかな、騎馬戦やってみようかな、今回いつも二人三脚だからな、あの、来たー、やっぱ騎馬戦でも来ると思った。ねえねえ、騎馬戦のチーム、いや、まだだけど、僕を騎手にしない、おーい、喜んでー、騎手とか絶対エロいな、上、上、上かな、ケツめっちゃ当たるやん、下やったら胸絶対当たるじゃん、足に、最高じゃん。次はクラス対抗、これはね、得意中得意なんだ、丸連打で、あれで、あれで、進んで、で、×連打でバックっていう感じやな。よっしゃー、こっちが青チームね。まずは、こう来て、この後ろから、アタック、アタック、アタック、くらえ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 、来た、吹っ飛ばした、次お前、よいしょ、よいしょ、よいしょ、来たー、勝利、楽勝だったな、20秒で勝ったな、二人三脚より勝率高いな、これ、騎馬戦は簡単だな、マジで、棒倒し、超難しいけどな。てか棒倒し運ゲーが入るけど、本当にすごかったね、こっちまでエキサイトしちゃってよ、うえー、それほどでもないよ、いや本当にかっこよかったよ、そんなにまっすぐ言われるとなんだか照れるな、てかめっちゃ胸でかいな、この子巨乳だよ、巨乳、 G カップあるな、おい懐く来てる、めっちゃ肌めっちゃ出してる、これブレジャーつけてない感じやな、本当は結構待ったんじゃないかな、ということで行こう行こう、どこだっけ、今回行ってないところに行った気がする、ほら来た、ゲームセンター、今日はビデオゲームコーナー行こう、あ、ショッピングルームも行ったことないな、あそこも行ったな、惜しいところまで行ったんだけどね、これと運動神経あまり関係ないからね、しっかり狙うんだ、集中力が足りないよ、何回かやれば取れるよ、慣れだよ慣れ、やだよ、そうそうお金使ってられないよ、もうやめた、ああもったいない、あーめっちゃ怒ってる悪い印象与えちゃった、あっちゃっちゃ、カスがバイトと家事が忙しいの知ってるよね、最低、怒られたパターン初めて見たな、あぶねー、まだときめきのマックスなってる、平気平気、じゃあ行こう、今回どこだっけ、山か海なんだよな、海だな、この香り、うえー、さあ行くぜー、海は来てるな何回か、はあ、少し泳ぎ疲れた、やばー、でかっ、 G はあるな確実に、じゃあ少し休んでまた泳ごうか、これからはランダムっていうことにしよう、疲れにはまだ早いよ、もっと泳ごう、うん、これにしようかな、はい、それもいいね、なんせ僕日頃お日様に当たる機会少ないからね、いいチャンスだよ、やばいなー、ボインや、ボイン、今日は楽しかったよ、うえー、家まで、あ、ランチやっぱ行かないな。やっぱ金がもったいないからかな。うん、あ、はーい。あ。こんばんは。そうか。花火大会か。完全忘れた。今日花火大会じゃない？やったぜ。うん、いいね。これ断ったら最悪だな。最低ってなるよな。でもな、これまた同じなんだろうな、言葉が。お、違う。
確かにちょっと恥ずかしいよね。平気だよ、すごく似合ってるから。そうだね、いつも派手そうな服装だからね、真ん中だな。平気だよ、すごく似合ってるからね。ありがとう。うえ、バッチリ。わー、何度見ても感激だな。はい、一生。え、はい、家まで。いいよ、一緒で。ん？さて帰るか。なんだこれ。今日放課後、河川敷公園にて待つ。これはどうしよう。行きまーす。来たよ、イベントが。よう、どうした。珍しく真面目な顔してるけど。あ、なんかだ、このグラフィックというか、この立ち絵初めて見たな。おいおい、珍しくはないだろ。ま、ちょっとした用事があるんだ。じゃあな。どうしたんだ。おお、丸押してないの勝手にすんだぞ。誰もいないようだが。うわ、強そう。逃げずによく来たな。その勇気は称賛に値する。だが、それだけでは俺には勝てない。すごいな、若本さんじゃん。一体どういうことだ。問答無用。というところで、ここで勝つか負けるかでエンディングが変わります。エンディングはね、最初3パターンあるということを言ったんですが、こいつに勝てば、一番いいパターンのエンディングだと思うんで、まず一番いいパターンを見たいと思います。そりゃそうでしょう。お、お、いつかやるん？なんだこれ。は？おっとと気をするぞ。ふっ、口ほどにもないやつ。8000。こんな奥義があるなんてな。勝っちゃったぜ。うえ、勝った勝った。結構簡単だったな。うん、くやるな貴様。あかねちゃん、どうしてここに？そんなことより、怪我は？大丈夫大丈夫、平気平気。つ、純のおせっかいやろうが。よかった。あかねちゃん？お兄ちゃんのバーカー！ここで初めてお兄ちゃんっていうのは知るんだよな。お兄ちゃんでかいな、マジで。肩幅3倍ぐらいあるぞ、あれ。お、お兄ちゃん？まさか、あかねちゃんのお兄さんって。そうなの。ここと隣町を仕切る番長なの。怖え。普通に考えたら負けるんだけどな。でも、どうしてこんなことするの？俺も。茜の泣き顔を見たくなかった。僕の泣き顔。茜がまだ小学生の頃、ある日泣きながら帰ってきた。好きだった男の子がいなくなったと。俺のことだ。俺は決めたんだ。茜を泣かす奴は許さんと。茜に近づく男は俺が。お兄ちゃん。小さい頃っていつぐらいなの？小学校2年生かな。春休みの時に友達になって、でもすぐ引っ越しちゃったらしいの。それ俺だよ。え？桜の木のある公園の砂場でままごとしたよね。
うん、僕が無理にやろうって。お兄ちゃん、あかねちゃん、お兄さんの手当てを。でも、おジュン、ここでジュン。で、デモじゃねえよ、デモじゃねえよ。おい、ジュン。おいおい、俺は一人で大丈夫だって。ありがとう、二人くん。それじゃ。じゃ、行くか。お前、かっこよく見えるな。お前、ここに来てかっこよく見えるな。あ、肩、貸してくれるよな。今日ぐらいは。お、男だな、あいつ。え、それって。お兄ちゃん、あ、なんかいいシーン見れたわ。あー、もう満足。あー、満足、めっちゃ満足。うわ、1時間、いや2時間、3時間くらいか、3時間かけて戻った甲斐があったわ。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。